全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して7番セレスティアル、5番チーブエラーかわして先頭、その後は11番ネプーザ、これを見るように外側10番ミレニアムマシリカ、各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて17番スカーレットキング、内を抑えて14番フォーマンエマス、4馬身相手2番ブラックスター、5馬身相手8番キヨノサード、3番ミッドナイトキウイ、この辺りが中段、これを見るように外側6番ラッキーアジサイ、これから向こう上面に入ります。外を抑えて13番マサノビクトリー、内を抑えて9番アイフォンシャワー、続きまして18番クールボンバー、1000m の通過タイムは1分0秒0、内から16番シノブシャイニング、内から1番シノブエレガント、その外4番ブルーローレル、これを見るように外側12番モグリスカイ、15番クールアグネス、後方冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は5番シーブエラー、後ろに11番レッグーザ、7番セレスティアル、後位をキープ、各馬大欅の向こうを通過、外を抑えて10番ミレニアムマシリカ、これを見るように外側17番スカーレットキング、1番人気シーブエラー現在先頭、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、後続馬が差を詰めてきた。400を切って先頭シーブエラー、その後レッグーザ、シーブエラー粘っている、セレスティアル内から差を詰める、ここで先頭が変わった。あと200、レッグーザ捕らえにかかる、ミレニアムマシリカいい足で伸びてきた、逃げる逃げる、ミレニアムマシリカ、クールアグネス差を詰める、ミレニアムマシリカ押し切ってゴール、勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手、ミレニアムマシリカブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦となりました。